チェコスロバキア人民党は、チェコの政党。1919年以来の歴史を持つ子参の、キリスト教民主主義政党である。19世紀末、当時は、オーストリア・ハンガリー帝国の領域だったボヘミアと、モラビアにおいて、カトリック系の政党を作る動きが起きた。1894年には、キリスト教社会党。1896年には、 モラビアカトリック国民党が結成されている。第一次世界大戦後、オーストリア・ハンガリー帝国が崩壊し、独立国となった、チェコスロバキアの首都プラハで1919 19年、既存のカトリック政党が合流することによって、チェコスロバキア人民党が結成された。当主には、ヤン・シュラーアメクが就任した。翌々年、1921年には、連立政権に参加。 チェコスロバキアの主要政党の一つとなった。1938年から1939年にかけてチェコスロバキアがナチスドイツに占領されるとイギリスに置かれたチェコスロバキア亡命政府でベネシュ大統領の下にシュラーメクが首相となった。1945年に第二次世界大戦が終結すると帰国した SL は ベネシュ大統領の下で、挙国一致内閣に参加し、その中の右派を構成した。しかし1948年に、チェコスロバキア共産党が全権を掌握すると、SL の幹部の多くは逮捕、投獄され、SL 自体は過労じて党の存在は許容された。ものの、共産党の指導下にある、統一戦線組織、国民戦線への参加を強いられ、 共産党のヘゲモニー政党制が確立する中で衛生政党となってしまった。なお SL は衛生政党でありながらも1984年の数字で6万人以上の党員を有しており比較的独自の組織力があった。1989年のビロード革命の後共産党の衛生政党から脱出した SL は 本来のキリスト教民主主義政党としての活動を再開した。1992年には、ドイツの同盟の党を模したキリスト教民主同盟へと合同し、現在の党となった。SL は、旧来のイメージの刷新を必要とし、K 流は、新党で組織力を欠いていたため、両者の思惑が一致したゆえの合同劇であった。K 流 SL は、 市民民主党のバーツラフ・クラウスが率いる連立政権に参加した。現在の議長はバベル・ビロブラデックである。なお1993年のスロバキアとの分離後も歴史的経緯から透明にチェコスロバキアの名称を維持し続けている。ケイリュエスエルの得票は伸び悩みながらも安定している。主な地盤はモラビアの伝統的にカトリックが強い農村部であるが、 党員支持者の高齢化が問題となっている。だが、経 d s l は二大政党である市民民主党、チェコ社会民主党の双方と手を組めるキャスティングボートを握る、中間的な政治的位置にいるため、議席、得票以上に、大きな影響力を持てる状態にある。また他党と比べて汚職などのスキャンダルが少ないことも、有利に働いている。2002年には、 中道、自由主義政党の自由連合民主連合と、政党連合を組んで、下院総選挙を戦った。選挙後は初めて社会民主党と連立政権を組んだ。2006年の下院総選挙では、市民民主党が勝利したため、今度は同党及び緑の党で3党連立を組んだ。2009年5月、ツリルスボブダが党首に選出されたが、 左派色が強まることに反発した前党首ミロスラフ、カローセクが離党し、中道右派政党、トップ09を結成したため、党は分裂状態に陥った。そして2010年5月の総選挙では、得票率4.39%に止まり、議席獲得に必要な5%条項を突破できず、会員における全議席を失う結果となり、スボボダは、 党首を辞任した。同年10月に行われた上院選挙では改選された27議席中に議席を得た。2011年11月、新たな党首にビロブラベックを選出2012年10月の上院選挙では1議席を獲得。同時に行われた地方議会選挙では5.8%の得票で42議席を獲得。 首相であるイジールスノクの信任案が否決されたことを理由として2013年10月に行われた会員選挙では5%条項を若干上回る6.78%の支持を得て14議席を獲得会員での議席を3年半ぶりに回復した中道右派の市民民主党トップ09との3党で政党連合を組みスポールとして臨んだ2021年10月の 会員選挙では合計で71議席を獲得し、与党、あの2011の72議席には1議席だけ及ばなかったものの、同じく野党連合の海賊都市長の37議席を合わせて過半数を制したため、政権交代を実現させることとなった。現在、ヨーロッパ規模の政党としては、欧州人民党に、世界規模では、 中道民主インターナショナルに加盟している。ありがとうございます。